米大リーグ・ドジャースに、キューブルワーズ、7日、米カリフォルニア州ロサンゼルス・ドジャース・スタジアム。ドジャース・大谷翔平投手、30、が7日、日本時間8日、本拠地、ブルワーズ戦に1番 DH でフル出場。大手をかけているメジャー通算200号はお預けとなったが、2投と3投を決め、2年連続3度目で自己最速で20投塁に到達した。 レギュラーシーズンで換算すると35盗塁ペース、本塁打も49発ペースで、日本人では初のトリプルスリー、40、40、50、30が視野に入っている。走塁でも進化を続ける大谷を、安藤光太記者が見た。涼しい顔で走り続けた、大谷は3回1失走者なしの2打席目に中前安打で出塁。 続くスミスの打席で成功かと見られた2投はスミスの守備妨害で取り消しになったが、3番フリーマンの打席で2投、4番のティー・ヘルナンデスの打席では10投となる3投を決めた。20盗類目でリーグ5位に並び、自己最多26盗塁をマークした21年よりも約1か月半早く節目に到達した。レギュラーシーズン162試合に換算すると、 49本塁打 &35 盗塁、ペース。打率3割一部4輪はリーグ2位で、日本人初のトリプルスリーは十分に射程圏内だ。MLB では、過去に昨季のアクーニャ、ブレーブス、ラ5人しか達成していない40、40発 &40 盗塁、過去に例がない、50発 &30 盗塁も視野に入ってきそうだ。 今季は例年以上に走塁の意識が高い。春季キャンプから総力アップのトレーニングにも注力した成果もあってか、盗塁は余裕を持って成功させるケースがほとんどで、失敗はわずかに2つ。成功率は実に9割9輪に達している。盗塁について正しいプロセスを踏むのが大事と持論を語る。一塁ベースコーチのマッカローコーチは、 対戦すするる投手の投類をするチャンスや走塁について話したりビデオを見たりして意見交換をしていると証言する試合状況相手投手の癖カウントなど多くの要素をすり合わせてスタートを切り成功率を高めている22年にドジャースタジアムで行われた救援では初回戦闘の1打席目にカーショーから安打を放ったがまさかの牽制し 機会があれば走りたいと思っていましたけど、と苦笑いだった。投げて、打って、走ってが大家の真髄。オールスターでは2打席ほどしかチャンスはないが、本塁打を打って、盗塁も決めれば、ランニング本塁打を放った07年のイチロー以来となる日本人2人目の MVP も近づくはずだ。安藤